こんにちは。こんにちは。こんにちは。重いな。そこ入れたりしないですか、ベビさん。ミストやん。めっちゃ滑る手が。なんだろう。ダイムさん、ありがとうございます。500ビッツ感謝。あちら遊んでないよ。おもちゃで。
飛行機飛ばなくてね、かわいそう。ちょ、足癖悪すぎ。足癖悪すぎ。最悪。ああ、仕草悪い。ああ、仕草悪い。ああ、仕草悪いって。わかっ、いやない。危ない。危ない。今のとかちょっと IDJ にしたいよな、できれば。置いてくるわ、おもちゃの元で。ビビビ号発進。こいつ新しいこと狙いそうだ、あの空への空への。
まあまあまあ、いいでしょう。これでもさ、本当はさ、ウェビー暴れだよね、ドンキー。回避じゃなくて。ハメちゃん、ちょうどいい終わりを。神曲来た。いやー間違えた落とした後何しよう。
いやー確認はしたけど遠かったのか。回避楽ね。クーエヌクーエヌ IDJ クーマエウエスマか。クーエヌ IDJ のコツパパンパパン。ワイプ死んでる？本当だ。いやこれねあれなんだよね。ベビちゃんがさ、その USB 周りに行くからさ、勝手に抜けんだよね。あいつのせいや、全部。全部あいつのせいや。IDJ クエンだな、この後やりでした。どうも。
クイエヌクイエヌ悪くない今んとこ。なんかついてくる。やめて。積んでます。久々に見たわ、空。すごいすごいすごい。入れ込みすぎやて。そういうキャラじゃありまへん。
確認むずいか、このキャラ。いきなりやってくださいって言われたら無理か。空をさ一から教えるってなったら何から教えるのがいいんだろうな。むずいよね。正直さ、VIP 行くだけなら魔法だけでいけるんだよ多分。ミ VIP 舐めすぎかな。ワンチャンいけそうじゃない。クーエヌ2段目から IDJ クーエヌめっちゃ意識するわこの試合。わかんないよな多分。ビップの序盤の方でも怪しいもんな。魔法の対処とか。マジかよ。ほんとクエでビップいけてます。あ、クエもそうだね。クエヌエスマは多分ビップ行くまでにいらないんだよな。魔法とクエと上 B でいけそう。あと横 BQ 効果スマッシュ。あ、まあ倒したいときはクーエヌ Q 効果スマッシュを覚えさせるか。
誰に教えるとかないんですけど、空使って空使いたい有名人いない？空使いたい有名人。やってみたいわ。敵か甘えてもね、あれだからね、最大で取ってくることはしてこないからさ、さすがにミスは。ザクレイがコンボ覚えたら、ザクレイまず使ってほしいけどな。絶対強いけどな、あいつの人が。継続力うまいやつが使うキャラだから。いやーむずいな。アーマーがブリザが耐えるの別に俺気にしなきゃな、あんまり。どういうキーコンで IDJ やってんだろうとか言ってた。あ、本当に興味は持ってるんだ。俺が聞いたときつまんなそうだからいいって言ってたんだけど。使ってほしいけどね、結構ガチで。どっちが欲しい。まあでもね、1からもうね使おうとは思わないんじゃないかな。何ヶ月前かの話でしょ。多分もう1から使わないとは思うな、今から。それほどのモチベは多分ないと思う。ねえやめて、やめて、でもやめて本当に。ダメ。ねえもう最悪。そういで、
危ないから。やめて引っ張んないで。死んだ村人マジで評価機会低いよね。今今っていうかもう1年2年ぐらい評価低い。スイッチ抜くのだけやめてほしいんだよなマジで。スイッチ抜かなきゃ何してくれると思うんだけど、スイッチ抜くのだけ困っちゃうな。村人にタコ負けされた、うん、村人そら結構終わってると思うけどな。楽ではないけど、まあ別に負けんカードかなと思う。両面テープのバンドとかで固定する。固定すんのはいいけどさ、持ってくときどうする？毎回切んなきゃいけなくなるくない？バンド。足だけやめて、足だけスイッチだけやめてくれればいいや。何でも足もいいや。風舞したことにより死んだね今。封埋したことにより死んでますそれ。やだ、あ僕が死にます。
か。お前ボールな。最悪死んでたら。縛りつけていい。ワンさんありがとうございます。海ベラオツでした。ありがとうございます。タイカービィしちゃっていいですか。自分あなた差し込みに来れません。あなた差し込みに来れません。あなた差し込みに来れません。どうでもいいです。4分間待っちゃおうかな。
このカードは終わってます。多分空使う、初めて使う人にこうやってやってっつったら勝てる。配信1回当たるんだけど、ザクレにそれ教えてあげよう。ザクレロボットで勝てるだろう、カービィぐらい。高すぎー。ロックマンは掴んで 19%、 空は 50% 入ります。そんな弱いキャラみんなでやめようぜ。もうロックマン使いたちよ。彼の苦手なんですが、何を意識するといいですか。普通に暴れないから、急降下早い系だから急降下回避見とけばいいんじゃね。イエーイ、ロックマンに変えた瞬間でよかった。落ち着けって、落ち着けって、そんな落ち着きなさいよ。そんな動き回ってもいいことないっすよ。落ち着いてください。
着いてくださいよ。落ち着いてください。そんな助けてあげようか、助けてあげようか。死んじゃった。雑魚キャラ。これでマックと当たんない。乱数調整完璧だわ。今のマックの人は好き、分かってる。マックっていうキャラもうマックなのになんか馬ぶって歩きとか使う。これプレイヤー批判になるからやめよう。みんな好きだわ俺。みんな好きマック使ってる。マックは嫌い。対戦広さこんな感じで羽生える前に阻止する。羽生えるの早い。なんかキャラが強すぎる。シェイクとのアイス関係ダメって言われました。お母さんに言われたの。ダメって虫歯になるから。マック値上げやばいよな。マック値上げのツイートにさ、なんかこの時代に戻りたいみたいなのがあってさ、見てみたらびっくりした。安すぎて50円とか80円とかだって。びっくりしたわ。
るのやばいね。ほんとごめんなさい。あー、移動回避は見えないっす。あー、ごめんなさい。下回避するのが悪いけどね、普通に。これミスった時いつも思うんだけど、下回避する方が悪くない？いつも思うわ。ビビちゃん寝てる、いつの間に。このキャラ配信外で触ってる。全然ちげえ。マジか今。ずらし。お、クソキャラ。コナンにとってはね。走ってまーす。鉄砲パンパン。
そら強いな。対主力講座ザンの時はカウンターをこすりましょう。大変なことになってる、大変なことになってる。対主力もちなみに食う前です。最強です。受け狙って外ずらした。何パー入った、何パー入った今。50入ったけど。ソラのカウンターも強いし、シュルクのバックスラも強いわ。さすがに。あっても2倍はないじゃん。25倍以上食らうってことでしょ、主力のバックスラン。最強やないか。
ガグったどうか別に気にしたことないわ。クラ使ってて終点拒否するか、カズヤとかホムヒカとか、ホムヒカどっちでもいいんだよ。割とホックとかそうかな。ホックスはな、なんかニュートラルやりやすくなるからいいんだよな。今のとかだよな、多分確認しなきゃいけない。
あ、来た。さすがにビップはソニック長いな、試合が長く感じる、大会長く感じないんだけど、いやー出し切るべきか。今の高さダメか。マジで受けるわ。これどっちが悪いんですか。ドンキーっす、普通に。でこういうキャラがいる環境で使ってるってことは、それ相応の覚悟がないとダメですよ。それはそうです。ソラだって全キャラにこんなことできるわけじゃないですから、ちょっとぐらい楽させてくださいよ。共同作業、確かに。ラグすぎだろ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。戦闘力までありがとうございます。
成人すぎる。俺か。いいんすか、ホムラツッパで。こいつコンボ入りますけど、いいらしい。敵たっぷり。やってないですもっと。これは無理っすよ。運ゲーすぎますよ。ワードしてるね、これ。
飛びすぎ。本当にマジよくわからんわ、どこ。ガードしてますジャンプだよログイ。ありがとう、ほかほか貯めてくれて。
人参。いや、難かった今。いやー、イギジェクーマイでした。シャ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 、だな。
オープン。ハイアイアンマン負けたら終わるね。なんかスプラトゥーンやろうって言われてる。スプラやってくる。
早山終わるの4時間後、まあ、せやね、あと4時間かかるな、負けんからな。強気ですね。さようなら。今日いける気がするわ。動きがいい。全キャラ。全キャラってか他キャラの動きがいい。とでも読み合いが強い日だね。最高。
強すぎ。スティーブ、うわー、3段ブロック作ってくる人なんだけど、動きがおぼつかないぞ、このスティーブ。いけるぞ、これ。サムス、飛びすぎだよ。それはそう、マジで。上京やばいよな、サムス。サムスの弱点。すると着地が弱い。やだな、重量級ってやるのサムス。
なんか出た。危ねえ。普通に怖い。慣れてないキャラでやる重量級怖い。でも下 B がチャージショットで止まんのはやばいと思うわ。さすがに。さすがにやりすぎやん。知らないよこんなカード。敵ついたらやばいでしょ。ジストぐらいやるわ。
さすがにっす。カービィ有利、有利ってことはないだろうけど、めんどいだろうな、ウルフが。喋れるもちろん。
はよ。最悪。気のジュースか。
ょっと待ってね。全然受けんわ。やりたくねー。
かね。まあまあしゃあない。やばくない今の持続当たるんだ。まあ終わりかな。じゃあほなさよなら、お疲れ様でした、またやります。